おはよう。キョロキョロしてどうしたの？気がついたらお布団の中だったからびっくりした？病院から帰る車の中で寝ちゃってたから、ママがここまで運んだの。まだ辛いでしょ？そのままいい子で横になっててね。ママは、氷枕とか準備してくるから。お待たせ。ちゃんと横になってたのね。えらいえらい。すごい汗かいてる。とりあえず汗を拭いて、パジャマを着替えしよっか。汗拭こうね。はい。暑かったね。お洋服ちょっと脱がせるよ。汗拭くね。ちょっと腕上げて。そう、上手。はい、いいよ。腕下ろして。うん。じゃあボタン閉めよっか。これでさっぱりしたね。お部屋の温度ちょっとだけ下げとくね。お布団ははぐっちゃダメよ。じゃあ氷枕しようか。頭がひんやりするからね。頭上げてね。うん、はい。頭難しくない？うん、そう、よかった。あとは、おでこにはひんやりシート貼ろうね。するよ、冷たいよ。冷たくて気持ちいいでしょ？ 汗もいっぱいかいたからね。飲み物もちゃんと飲んどこうか。焦らずにゆっくり飲むのよ。もういい？たくさん飲んでくれて嬉しい。偉いね。飲み物はちゃんと飲まないとね。ご飯は？食べられそう？
そっか、しんどくてあんまり食べたくないのね。わかった。じゃあ、まずは、お熱を測って、その後でお薬だけ飲もうか。大丈夫。病院の先生がね、お薬は美味しいシロップにしてくれてるよ。あれなら飲めるでしょ？よかった。よし。じゃあ、お熱測ろうね。脇に挟むよ。そのままじーっとしててね。あ、鳴ったね。はい、じゃあ見せてね。38度8分。まだお熱高いなぁ。これじゃお腹も空かないよね。でもお薬だけは頑張ろうね。甘いシロップだからね。このスプーン、一杯だけ。ちゃんと飲めていい子だ。いい子いい子。しっかり飲めたね。それじゃあママは向こうでお片付けしてくるから、もししんどくなったり、寂しい時はいつでも呼んでね。おはよう。少しは寝れた？そう。それならよかった。ママね、おかゆ作ってきたんだけど、食べられそう？しんどかったら少しでも大丈夫。ご飯食べなきゃ、風邪さんなかなか治らないからね。頑張ってみる？偉いねじゃあ、ゆっくり食べてみよっか。ちょうどいい温度にしてあるからね。五穀のおかゆにしたから、栄養たっぷりだよ。じゃあ、ゆっくり食べよう。はい、暑くない？大丈夫？よし。ゆっくり噛んで食べてね。はい。おいしい？ありがとう。はい。すごいパクパク食べれるね。ゆっくりでいいのよ。あとちょっとだけど、食べられそう？食べる？と、二口くらいだね。はい、じゃあ、最後の一口。すごい、全部食べられたね。もしかして少し食欲出てきた？だったらリンゴがあるんだけど、食べてみる？わかった。すぐ
ぐに持ってくるね。お待たせ。ほら、美味しそうでしょ？すぐに皮むくから待っててね。ちょっと待ってね。はい、むけたよ。今から切るね。リンゴさん、ちょっと硬いね。ちょっと待ってね。はい、できたよ。じゃあ、よく噛んで食べようね。はい、あーん。ちゃんとしっかり噛むのよ。上手に噛めてる。リンゴ大きくない？うん、ちょうどいいね。はい、あリンゴ美味しい？よかった。真っ赤っかになってたからね。甘いでしょ。これちょっと大きいかな。食べれるかな。はい、あーん。お、いけそう？食べれてるね。よかった。美味しいね。そろそろ最後の一個にする？うん。じゃあこれ最後の一個。お腹いっぱいになった？よかった。それじゃあお薬飲んで横になろうね。次はお粉のお薬だったから、お薬ゼリーで。桃の味だよ。大丈夫、美味しいよ。頑張れー。はい、あー。舐めたね。えらいえらい。頑張ったね。あ、お花出てるよ。
ちょっとこっち向いてね。すっきりしたでしょ？あとは気持ちよく寝られるようにこれ塗ろっか。これ好きだもんね。そう、スースーだよ、スースー。胸に塗るよ。スースーして気持ちいいでしょう。じゃあお布団かけて、お歌歌ってあげよっか。何がいい？アンパンマン。いいよ。じゃあアンパンマン歌ってあげるね。じゃあお目目閉じて。何が君の幸せ？何をして喜ぶ？わからないまま終わる。そんなのは嫌だ。忘れないで夢をこぼさないで涙。だから君は飛ぶんだ、どこまでも。もう寝ちゃった？ほんと寝顔が天使みたいなんだから。治ったら一緒に公園で遊ぼうね。早く治りますように。おやすみ。